毎日一つ強くなる講座。今日のテーマはゲージ管理です。その中でもですね、このダイパンが当たった後どうするかっていうところに注目して今回は話していきたいと思います。ダイパンが絶対当たるって確信が持てる時がありますよね。例えば、あ、飛んだら波動拳打ってきたわみたいなのだったりとか、例えば垂直ジャンプして相手の投げが見えた後だったりとか、あ、ダイパンが絶対当たるなって思うタイミングありますよね。今回はパニカンのダイパンは、除いて考えていきたいと思います。このダイパン当たるわって時に、よし最大取ったろと思ってラッシュしてる人いませんか？これもったいないです。もちろんそれで倒しきれる時とか絶対そうだとは言えないんですけど、基本的にはラッシュしない方がお得になります。例えばラッシュした場合は、3476ダメージで置き攻め1回です。そしてゲージを3本消費します。ラッシュしなかった場合は2560ダメージで置き攻め1回です。ゲージの差はラッシュした時点でゲージがそこから回復しなくなりますので、ラッシュしなかった時の行動の差は昇竜拳の前捨て1回、この時のゲージ回復量は 0.67 本ぐらいです。つまりゲージは消費した3本と少なくても回復する 0.5 本で 3.5 本のゲージ差が生まれます。ダメージの差は916なので、ゲージ 3.5 本の価値を916ダメージに変えたことになります。ゲージがない状態では中足を当てても980ダメージほどしか出ませんが、中足を当てると2376ダメージに置き攻め1回ついてきます。つまりゲージ3本で1396ダメージと置き攻め1回を得たことになります。仮に中足をガードされてラッシュをしてしまったとしても、投げが通れば1200ダメージです。これが画面端であればさらに置き攻め1回ついてきます。もちろんシミが通れば価値は跳ね上がります。というわけで、ラッシュ投げでさえ1200ダメージで、先ほどの 3.5 本の984ダメージよりも価値が高いわけですね。キャラや選択するコンボによって多少の差はあれど、基本的にはダイパンの後、ラッシュをしてしまうと、その3本の価値は非常に低いものになってしまいます。なので、あ、絶対ダイパン当たる、最大取ったろってラッシュするのではなく、ダイパンから普通のコンボで締めて見てみてください。かなり勝率に関わってくるところだと思います。では今回の講座は以上です。この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあのー。